札幌エスタが8月末で閉店するじゃないですか。で、メディアとかでもこのエスタ結構ですね、話題に上がっていたと思います。ここ再開発のビルが建つ予定となっておりまして、跡地の方はですね、高層ビルプラス、あとバスターミナルですね、あの札幌駅に北海道新幹線が来るにあたり、それで一帯を再開発する中、このエスタの、ね、建物が解体されるというところでございます。エスタの建物は、まあ、ご承知の通り、もともと札幌そごうのデパートだったんですけども、建物自体はですね、JR 北海道が所有していたと思います。なのでそごうもですね、ビッグカメラも、まあ、賃貸で入っている形となると思います。まあ、建物の老朽化という、ね、理由もあると思うんですけども、まあ、長らく札幌市民に親しまれていた札幌エスタの建物が、まあ、今年の8月をもってついに閉店してしまうというところでございます。そして1階にあるバスターミナルの方はですね、1ヶ月遅れぐらいで閉鎖されるそうでございます。やっぱり長らく札幌市民に親しまれていた施設になりますので、皆様はそれなりに思い出とかね、思い入れあると思います。まあ私もそんな中の一人なんですけども、ちょっと今日は違った視点でですね、お話しできればと思います。私前職が路線バスの運転手をやってまして、まあその当時ここのバスターミナルで発着っていうのがね、結構あったんで、ちょっとこう普通の人とね、違った視点でこのバスターミナルの、まあ思い出話というかね、そういうのをね、したいと思います。まあここね、あのバスターミナルのちょうど待機場所というかね、バスの待機場になってて、これ中の方に入っていくとね、あのバスの乗り場があるんですけども、まあ新札幌とかね、例えば丁寧の方とか、そちらから来た路線バスがまあここに集結するわけなんですけど、まあ他の会社とかもですね、いろんなバスが来ております。JR 北海道バスと、あと上鉄バス、それと中央バスと、あとは都市間バスとかもね、ここ発着してるのがね、結構ありました。なのでバスのその入ってくる頻度、また出ていく頻度っていうのも、札幌市内のバスターミナルの中ではね、多分トップクラスの便数をね、誇っていたバスターミナルになると思います。まあキャパシティがここ結構小さかったんで、完全に容量オーバーなね、感じはしたと思います。基本やっぱりここで降りるお客様っていうのもね、結構たくさんいましたので、まず人が多いのとね、あと週末とかであると、この駐車場待ちの車とかもたくさん来るんで、結構ここごちゃごちゃね、した感じになってたと思います。まあ今でもね、そうだと思うんですけども、新札幌からこの札幌駅のバスターミナルまで定時運行するとね、確か45分ぐらいの時間取ってたんですよ。で、まあ順調に定時運行で来て45分ぐらいでここに着いて、で次のバスのその発車時間までだいたいちょっとね、こう時間を取ってあるんですよね。まあ例えば次の発車まで40分とかね、1時間とかありますってなると、あのまあここで待機してもいいし、あとは最寄りの営業所まで行ってこう待機して休憩するっていうね、パターンがあったんですけど、まあ例えば最寄りの営業所まで行くにしてもね、近くにあっても、あの中央区ってやっぱり道路が混むんで、営業所まで結構ね、時間かかる時あったんですよね。なのでめんどくさい時はここの待機場所で待機するんですけども、この手前側の方の待機場所って、これ4台しかね、止めるスペースがないんですよ、バスのね。この4台しかね、ない待機場所の争奪戦みたいのがね、始まるんですよね。まあ今の時間帯だとね、そんなにまだバスのこの発着本数ないと思うんですけど、夕方のラッシュ時間とかになると、もういっぱいバスが来るんで、この止め場所の争奪戦が始まるんですよね。で、この4台の後ろ側の手前側の方にね、止めちゃうと、例えば前の人がね、なかなか出ないんだったら、バスをね、出せなくなっちゃうんですよね。で、そういう時はこう前のね、運転手の方にすいませんって言って、ちょっと移動してくださいって言って、一旦前に出てもらったりとかね、このバスの入れ替えとかもあったりして、まあそういうところでね、ちょっとここはね、運転手泣かせというかね、あの待機場所の不足問題はね、バスの乗務員やってた時はすごく感じました。何でもかんでも中央区に集めるのはいいんですけど、肝心のそのバスの待機場所がないっていうところでね、例えば、路駐してるバス会社なんかもね、結構あると思うんですよ。で、まして、これからこのエスタのね、建物が解体されて、バスターミナルも閉鎖されてしまうと、バスのその、バス停が、この近隣の路上っていうかね、道路上に設置されるそうなんですよね、分散させて。ということは、待機場所がない状態でそういうことするわけなんで、
おそらく今後このバスのね路上駐車っていうのがね問題出てくると思います。新しいバスターミナルができるまでの間、まあそういう状態がしばらく続いてしまうというねところがあります。そのあたりはねおそらく札幌市もねそこまで深く考えてないと思うんですよ。こういうのはねやっぱり最初のうちにきちっとね決めといた方がいいと思うんですけど、そういうところを決めないのがねやっぱり行政ですよね。必ずこのバスのね路上駐車問題出てきますから、絶対出ると思います。だってこれだけのバスがたくさん来るのにそれをこう止める場所がねないわけなんで、まあいろんなところにバス停を分散させるのかもしれないですけども、あまり駅から離れてしまうとね今度乗客の人ですね不便になると思うんでね、なるべくこの近辺にバス停は設置するとは思うんですけどね。まあ新しいビルができるまでねまだ数年あるんでね、それまではねそういう状態でこの札幌駅のねバスターミナルにあったバス停はまあ運用されるというね形になると思います。まあひどい時だとね新札幌からここまで3時間遅れとかの運行になるんですよね、真冬の大雪降った時とかね。そしたらもうバスなんて当然遅れてますんで、ここの発車が今度定時よりも3時間遅れで発車しますとかね、そういうのも結構ありましたね。だからもうそういう時は着発になりますよね。お客さんを降ろしてすぐまたこっから発車するって、ね、そういう感じのこともね結構ありました。まあそう考えるとここがあった時にねこのバスの運転手をしてこのバスターミナルで発着できたっていうのはね、まあある意味一つのね思い出というかねそういうのになると思うんでね、まあちょっと貴重な体験だったのかなとは思うんですけども、まあバスのお話はねそんな感じにしときましょうか。でこれ向かいにある東急デパートですね、東急百貨店なんですけど、ここも10月をめどにですね一応リニューアル、大規模リニューアルというねことがねされるというニュースがありました。これ時計ねよく見たらセイコーの時計なんですよね。まあ東急もね50年経ってますんでやっぱり結構もう老朽化してると思うんですよ。これは北四条通り側の東急デパートですね。で東急はここ何年も入ってなかったですね中に。で直近で入ったのって言ったら多分ね3年ぐらい前だと思うんですけど、プロレスラーのジャイアント馬場店っていうのがねあって、それをねここに見に来たのが最近入った東急の思い出かな。ジャイアント馬場店のね動画、過去の動画にありますんで、私のチャンネルのもし気になる方いたらねぜひ見ていただきたいと思うんですけど、まあその時以来今回ねこの東急デパートの中に入りました。でビッグカメラがねこの東急の中に映ってくるんですけども、今時点で結構テナントが入ってないところがねスペースがたくさんあるんで、まあもう今の時点でリニューアル工事がねすでに始まってるというね形になります。なのでこの営業をしながらリニューアルしていくというね形になるんでしょうね。何日間か休む可能性はあると思うんですけど、今の時点では営業しながらの、まあ、リニューアル工事というね形になっておりました。でこちらは北海道新幹線の札幌駅が作られる予定地のあたりと、あとこの駐車場部分は高層ビルがね建つ計画になっております。この道路をこうまたぐ感じでビルがね建てられるようですね。まああと何年かもするとこの辺の風景もかなり変わるんじゃないでしょうか。でやっぱりこのエスタのね建物をよく見るとね結構やっぱり傷んでるところがありますよね。まあ半世紀近く経ってるというところでね、遠くから見てるとそうでもないんですけど、近づいてみるとやっぱり結構ね傷んでるところあるなーっていうのはね感じました。まあこの日は動画撮影してない場所でも結構ねこの建物をいろいろ見てきたんでね、ああやっぱり時代とともにこのビルもこんなになっちゃったんだなっていうのをね感じました。まあこのエスタの部分のね建物の建て替えと、あと札幌東急デパートのリニューアルオープンですね、まあ東急がどのような形になっていくのかなっていうね風には思うんですけど、ビッグカメラが移転してももしここに新しいビルが建つとね、またビッグカメラこっちに戻ってくる可能性もあると思うんですよ。そうなった時のその東急がどうなるかっていうのはねちょっと心配な部分もねありますよね。東急にもね食品売り場ってあると思うんですよ地下に。でこの日食品売り場見たんですけど、東急の食品売り場ってめっちゃ空いてるんですよね。ただ大丸とかのね食品コーナーに行くとめっちゃ混んでるじゃないですか。人と人がぶつかるぐらい人がいっぱいいるんでね、それを見るとやっぱり大丸との差っていうのはね今の時点ではかなり感じましたね。
まあ、ちょっと今日はこの雑談っぽい感じのね、動画になったんですけども、あの、札幌エスターの建物とね、あと東急デパートの方ですね、そちらの方をちょっと動画で取り上げてみました。いろんな思い出話とかね、あると思いますので、コメントの方でぜひ書き込んでいただけると幸いでございます。昔話などね、皆様方とぜひコメントで共有したいと思います。さらに 38% 引きさせていただきます。なんと税込みで12万9800円。